ついに別れの時が来ると、そのお嬢さんはこう言ったんだ。ああグレイス様、たとえこの身が離れたとしても、心だけはあなたと共にあります。俺はあえて答えなかった。別れの挨拶をしちまったら、彼女の心には永遠に俺が残り続けることになるだろうからな。うん。おいお前ら、聞いてんのか？この暑さの中でよく喋るわね。尊敬してしまうほどよ。太陽がここまで熱くなるなんて初めて知ったよ。確かに暑いが、アランじゃこの程度の天気なら快適な方だけどな。もしかしてお前ら、アラン大陸は初めてか？そんなんじゃダメだ。じゃあアラン大陸の国書の中で花を咲かせた俺のロマンあふれる話をしてやろう。うっとうしいけど反論する力も出ないわ。でも町に着いたから、どこか涼しいところを探せばいいじゃないか。だろユースティア、どこがいいかな？おや、ユースティア？待て、ユースティアのやつ、様子がおかしくないか？体が熱い。そういえばユーティは暑さに弱かったような。ユーティ！大変だ。早く涼しいところに連れて行って解放してあげないと。宿に行っても部屋を取るのに時間を食っちまう。横になれる広い建物は。あっちが良さそうだ。ラテル、早くユースティアをあの建物まで運ぼう。ああ、わかった。ユースティア、少しだけ待っていてくれ。
あっち向いててくれる？データ、うん。データ、うん。